プロ雀士が集う隠れ家麻雀遊戯バーへようこそ。ピザ何飲まれます？ハイボールとかないですか？はい。まあ娘でいい。いやいや大丈夫ですよ。炭酸いっぱい入れますから。これあの自宅の僕の炭酸サーバー機です。実は。しかもあの森川ジョージ先生にサイン書いてもらって。一回ちょっとゲストで来てもらって、はい、でその時に書いてもらったんで高炭酸が好きで、お店 の, あのちょっと弱い炭酸だと思う全然飲めないんですよ。確かに炭酸強いが美味しく感じます、ね、そう、美味しいですよね。そうで、ここで、あの自宅ではすごい強炭酸になるんですけど、うん、ここで作ると全然ならないんですよ、なぜか、うんうん、でも今日はね、ちょっと自信ありますよ。これはもう藤田さん来てるんでね、自慢の強炭酸にしたくて、お出迎えをしないといけない。キンキンに冷やすとすごい強炭酸になりやすいですよ、はい、全然興味ない。そうですね。いや相変わらずなんか今日の朝もう近代まで届いてるかなと思ってみたら、はい、まだ来てなかった。あ、それでそんな浮かない顔してた。いやいや、そこは読めないですよ。読めないです。今までのファンじゃない。そうなんですか。じゃどうも今日はありがとうございます。じゃあ、はい、お参加いたします。はい、よろしくお願いします、はい、さあ、ということでですね、プロ雀士が集まるお店麻雀遊戯バー、一人もいない。そうなんです、本日のお客さんついにプロ雀士の方がいなくなりました。本日のお客様はサイバーエージェント代表取締役社長の藤田進さんです。よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。いや、最近はプロ雀士と言いつつプロ雀士じゃないかと結構出演していただいていて。あ、そうだから小山さんはそうじゃないですか、はい、まあそうです、ね、結局プロ麻雀界隈みたいな。そうですね、まあ、森井さんとかも出ていただいてるんで、はい、森さんも来てるんだ。はい、あ、そうそうそう、はい、この内川君と、あの人なんかいきなり初年度から面白いキャラクターです。あ、そうですよね。すごい熱い方ですよね。一番いじりやすい監督ですね。そう、なんか参入の仕方もなんかすごいスピーディーでしたよね。そうそうそう、うん、ドラフトからなんかもう宇魚助さんに漫画描いてもらってました。あ、そう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 この人誰っていうのを書いてましたもんね。よく宇魚助さんそこに気づきましたね。ね、すごいですよ、よく見てますよね。面白いことに角川嗣彦会長は何のことか分かってなかった、はい、分からないうちにも作っちゃえみたいな。なぜなら、今期 の, その開幕戦の時のパブリックビューイングにいらっしゃってて、一言ご挨拶いただいたんですけど、はい、なんかこう始まってから見てから、僕の方見てこれ面白いなって知らなかったんで。魅力にでも気づいてくれました。角川会長ってマージャンできるんです。多分、ね、できることはできると、はい、知ってるけど、まあ、そんなに打ってないって感じでしょうね、多分ね。そうでしょうね。ってことは打たれたことないんですよね、角川会長。まあもちろんないです。結構なだって財界人と打ってますよね、藤田さんって。そうです ね, ね、財界人の方やっぱお好きな人多くて、まあ、芸能界の本当のものみたいな人たちは、はい、ゲーム人あんま外で遊べないんで、はい、マージャンにハマってる人って多いんですよ。ああ、まあ、最近ちょっとずつ公開してきましたよね、公言っていうか、そのスマップの中井さんとか。あ、そうです ね, ね、はい、そうそうそう、本当はなんか言いたいけど結構大物いますよね、アイドルとかもね、うん、ちょっとこれはやっぱイメージが良くなってきてるっていう、やっぱ芸能界にもそういう印象あるみたいで、はい、そろそろいいんじゃないみたいな。じゃないですか。第一の貢献者じゃないですか。そうしないといけないと思う。というような形です。ゆっくりゆっくりお話をいろいろとお酒を飲みながら聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ということですね、麻雀遊戯バーは実際藤田さんはちょっとだけご覧になったことは、まあ、ほんのちょっとです、ね、ありがとうございます、はい、でもほんのちょっとでも見ていただければですね、もう光栄の極みというか、ね、あのような感じで喋りながらお品書きをですね、ちょっとこちらでご用意させていただきまして、はい、ちょっとずつそのお品書きに沿っていろんなお話を聞いていこうかなと。もちろん話がそれても全然構いませんし、はい、楽しくちょっと話していければなと思っております。で、今回ご用意させていただいたお品書きが、藤田さんの左手にあるんですけども、麻雀ビジネスについて、プロ雀士について、あと休みはあるの、それから M リーグの未来はと、このような形で4つですね、順番に聞いていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。最初硬いですね。そうなんです、やっぱ最初はなんでこれ思いついたのかちょっと思い、はい、多分思い出せない。お酒飲みながら聞くから最後の方緩い方がいいんじゃないのみたいなことなんか言ってたような気もしますけど、そうですね、はい、なんでまあ最初はやっぱりいろんな話を藤田さんに来ていただいている限りはいろんな話をできるだけ聞きたい。バカバカしい話も真面目な話も聞きたいんですけど、まずはちょっと真面目な話も聞いていきたいなということで、やっぱり藤田社長はですね、 M リーグを、まあ、創設されたというか、まあ、作られたという
方ですし、麻雀と、まあ、ビジネスというものをどう考えられているのか、麻雀ビジネスという形で考えた時にどういうふうに藤田さんは関わっているのかとか、そういった形をちょっとお聞きしたいなということでございます。麻雀はね、やっぱりその最初の動機としてはもちろんそのビジネスとしての魅力を感じてやってるわけじゃないんですけど、まあ、麻雀が好きで何とかしてあげたいなっていう気持ちがどっちかっていうあって、で何とかするためにはで僕の資材をこう提供してでもあんま意味ないんですよ、限界があるので、やっぱこうビジネスとしてその利益を出してそれをまあ人件費を払ったり経費を払ったりして黒字でぐるぐる回るようになったら初めて仕組みというかビジネスを作り上げたらそれが何よりの貢献なので、そこを目指しているっていう感じです。まずはこう熱狂させてみたいなそのってことですよね。こう注目させてみたいな、はい、まあ、M リーグも初年度は何億か個人でも補填をして作り上げたんですけど、なんか2年目ぐらいからもうトントンぐらいで回りそうになってきていて、でもすごい肌で感じますよ、明らかに見える人増えてるなっていう。そうですね、それもあって、まあ、これちょっと自己取引なんでちゃんと透明な開示が必要なんですけど、はい、アベマ TV が M リーグをコンテンツとして放映権を購入することができるぐらいの規模になってるので、はい、結構なまあ金額でアベマ TV が M リーグ機構から購入するということとか、まあ、赤字にならないで回る仕組みをもし作り上げたら、それはそれで大きいなと思ってたんですけど、はい、この2年目で結構目処がついて、結構それ知らない人多いんじゃないですか。知らないというか、なんていうんですかね、未だに多分麻雀ってやっぱ儲かんないなみたいなイメージってすごい、まあ、儲かってはいないです、まあ、まあ確かに、まあ、もちろん今まで僕が個人で補填してきたものとかものがあって立ち上がったっていうのはあるんですけど、はい、毎年これ補填するのきちいなと思って早々に終わってよかったです早々に終わってそれはですね、あくまで M リーグとしてなんで、各チームとしてっていうとまた別の問題が、それはその通りですね、あの各チームは当然もう簡単に言うと人件費の赤字になるぐらいで、これを、まあ、当然優勝賞金とかで収入があるチームももちろんあるんですけど、まあ、それ以外のスポンサー収入とか、パブリックビューの開催とか物販とか、まあ、様々な努力をして、まあ、チーム運営も黒字化させていこうという考えです。なんか個人的に見てると、なんか桜内さんはそういうのが上手そうなイメージがありますよ ね。でもこの間見てたら、パブリックビューイング沖縄やってる時に、風林火山の物販にものすごい行列ができてて、真横でやってたアベマズのところがガラガラだったんですよ、何やってんのって言ったら、なんかくじみたいなやつなの。あ、そうですね、そうですね、風林火山なんかくじ販売がめちゃめちゃ好評らしくて、あのコンビニであるようなやつ、あ、そうです、一番くじみたいな、一番くじみたいな、やっぱりそういうチーム運営っていうのは、そのJリーグとかプロ野球とかも意欲のある、プロ野球でいうと DeNA とか楽天が参入して、まあ、意欲的にこう球団経営した結果、DeNA とかすごい利益が出る球団になって、まあ、やる気があれば可能性はあるなっていう感じですね。その M リーグではなくて、例えば麻雀店とかプロ団体とかそういったところ、まあ、プロ団体はそのあんまりビジネスっていうよりかは団体だと思うんですけど、そういうところっていかがですか。その雀荘とかってやっぱ儲かないって、この前小山さんもどれとジャズの一番食べてずっと言ってました。それは本当にどうしようもなく 僕の目から見えるんですけど、まあ麻雀店で、まあ、アルバイト学生でやってましたし、はい、そこはやっぱり中から見た視点で経営的には成り立ちえないなと思ったし、何よりあの僕の時代からそうなんだけど、あの早稲田の雀荘が激安で提供してたんですよね、はいはい、あれを結構基準に見てるせいか、あの町のセット料金がやっぱり当たりやすくて、麻雀の部活とかで渋谷の雀荘を借りて4時間ぐらい打った後に、お会計するときに本当耳を疑うような金額ですね。安いです。安いっていうか、あれ桁間違えてます。やばいですよ、まあ、もしかして一人ですかみたいな嘘でしょ、金額なんで、はい、あれだったらもう土地代考えると、まあ利益を出せることはできない。そういう意味では、結構絶望だと思います。ちょっと小山さん、絶対に。これは仮に言っときます、じゃあ。多分知ってると思う。絶望ですって言ってました。なんですか、勝ちたくビジネスという意味で言うと、はい、もう相場が安くなりすぎてるんで、はい、高くても来るようなものをやるのか、まあ、なんか工夫しない限りは。まあ、スクールだったりとか、ですかね、教室というか。その雀荘がその経営が成り立たないと、例えばプロ雀士さん、例えばゲストだったりとかっていうのが、今後減ってきたら、その活躍する場というか、ファンとの交流の場とかも減ってくるんじゃないかなと思うんですけど、そういう意味では、雀荘が儲からないことっていうのに関しては、麻雀界としてはまあ良くないのかなって気もしてるんですけど、まあ、良くないですね、ただ、単価を上げる努力をみんなにしなきゃいけないんですけど、もう下がっちゃってて、
まとまりもなさそうじゃないですか。はい、ないですね。ないですね。ちょっと厳しいんじゃないかなっていう印象です。なるほど。麻雀店やってるこの動画見てる人めちゃめちゃもう今やだから。でも多分共感してる。そうですね。はい、いや実は僕もそうメッセージで藤田さんに結構こう恐れ多くもいろんなこうご相談させていただいたんですけど、まあ実際いただくお言葉としては難しそうっていうのをやっぱいただくんですけど、やってみてやっぱ思いますけどめちゃめちゃ厳しいですね。計算がもう合わないですね。どう考えても。だからもう計算が合わないことをやろうとしてる人を中途半端に支援するとより地獄への難しさなので、やっぱり簡単に乗っちゃいけないなっていう、うん、そういうことです小山さん。今日は難しい話が満載だぜ。お酒もあまりの飲めない状態で。でもなんかここでその、はい、いや大変なんですって言ったら、その翌日ぐらいからお客さん増えたんですよね。なんか言ってましたね。言ってましたよ。やばいっつって潰れちゃうっつって。やっぱいっぱい入ってると儲かってんだろうって気になるんですけど。そうですね。そうでもないですよね。藤田さんはアルバイトで雀荘であのバイトされたりとかしてたんですか。してましたね。学生時代。そうなんです。いつ頃から麻雀を知られたんですか。麻雀はもう中高からやってて、はい、高校の時はもうずっと学校をサボって麻雀してましたし、受験で東京に出てきたんですけど、はい、受験の合間にミスチョイス行ってました。よく受かりましたね。いやもう最後のなんか早稲田とか受けてた時も気が抜けてましたよ。落ちましたよ。落ちましたよ。ちょっと麻雀に本腰を入れてしまったんです。危険は危険ですね、麻雀って。それが、ね、魅力があるってことですよね。でも最強戦とかにもちゃんと出場されてるじゃないですか。そこで、まあ、僕はその、はい、そういう意味では成功例だと思うんですけど、麻雀、うん、強い人、プロとかでも麻雀、はい、で会わなければもっと高学歴だった人いっぱいいると思います。いますね。学歴高い人ばっかりですよね。まあ、そうなんですよ。本気出せばもっといく。本気出せば、まあ、もちろん麻雀に出会わなければ、ね、そうですね。そもそもとかね。麻雀しちゃいますもん。この間あの中国の動画で、はい、麻雀集まってやってた麻雀卓を警察が壊してまでやったんですか。あれひどいっていう映像だったんですけど、 そうですね、そのぐらいぶっ壊さないとやっちゃうってことです。あ、そういうこと。壊さなきゃ結局集まっちゃう。黙ってたらみんなもう触っちゃうみたいな。確かにそれだけの魔力があるぞということです。そういうことなんです。麻雀ビジネスでその麻雀店が儲からなくなった時にプロ雀士って今後そのどういうところでじゃあ活動していくのがなんか正解というか活動として正しい形になってくるんですかね。プロ雀士の活動先として麻雀店っていうのはメインでは本当はあるようなものではないと思いますね。そのもうちょっとやっぱりプロだったら、はい、まあ、大きな場で大きな仕事をやっていかないと、うん、安い単価で少人数の前でみたいな。だからその麻雀店がまあなくなっちゃうっていうか、ほんまもし減ってしまうと一般の人で麻雀打つ機会が減ってくる可能性もあるのかなと思うんですけど、その後市場としてもあんま良くないのかなと思うんですけど、まあ麻雀店が減りますからね。あ、減らない可能性もあると思うんですか。今までもね、なんだかんだやってきてるじゃないですか。まあ麻雀がみんな好きだから、はい、僕がバイトしてた麻雀店もガラガラなんですけど、やっぱりあの店長もオーナーもなんとか自分も打ちたいんですよ。すごいですね。最悪自分が打てれば。いや、まあ、そういうことなんですよ。ダメなんですけど。本当好きなんだよ。経営者としてマジでダメなんですよ。でも危うくなりかけたじゃないですか。そうなんですよ。危なかった。どこが転勤になったんですかね。いや、やっぱり、あの同じ従業員、メンバーさんたちがちょっと失礼ながら、その社会の底辺みたいな感じ。わかりますよ。一応大学生だったんで、このままなりたくないなってやっぱり頭をやっぱり。やばいやばいっつって。でも麻雀楽しいしなって思いながら。麻雀店勤めても絶対みんなそう思いますよ、ね、こうはなりたくないなっていうモデルが一人ぐらいはいるみたいな。いや、もうほぼ全員、まあ、反面教師ができたってことですもんね。そうです。こうはなりたくないなと思いながらそっちにハマっちゃう人もいっぱいいるってことじゃないですか。いや、でまあそれは楽しいからみんなやってるわけだから、まあ、たまに僕も強かったんで、自分はいけるかもって気にちょっと なりかけてたんですよ。プロにはなろうとは思ったんですか。いや、ちょっと思ってたんですよ。あ、そうなんですね。まあ、これで飯食えたらみたいな感じですよね。いや、最高じゃないですか、好きなことで。その時はまだ起業しようとか全く思ってなかったんですか。思っていたはずなんですけど、忘れてましたよ。マージャン楽しすぎて。マージャンの魅力の前では。だから、多分その時に藤田さんに会ってたら、絶対こいつ、この先、この姿だなっていうのは想像できないですよね、きっとね。絶対できないですよ。僕の中でも、どん底
ぐらいの本厚木で働いてたんですけど、帰りに帰れなくて相模川のホテルで眠くて、車止めて寝て、ここで8時間ぐらい寝ちゃって、そのまま起きてまたジャンソに戻るみたいな。クズですね。すごいですね。今その時あったら、あ、こいつクズだなって多分こう企業してる姿は浮かばない。想像は絶対できないですよね。でも麻雀してる人だとやっぱあるあるって話ですよね。なんかそっから這い上がるってすごいですね。這い上がる。でもそのきっかけはそうだったと思うし、あのあれですか、桜井長一会長のとこ行ったのは、それはもう全然、全然あったんですか。それはもう、いや、逆に大学行った18歳ですぐです。あ、すぐ行ったんですか。はい、相模大野に住んでたんで、はい、町田が近かったんで、町田にあったパイの。あ、そうそう、近代麻雀見て行ってたんで。あ、そうなんですね。どこに行っていいかわからなかった。はい、お会いしたくて行ったってことなんですか。いや、関係ないですよ。安全そうな雀荘はやっぱ広告出してるのが大丈夫だ。あ、なるほど。なるほど。じゃあ、それで会長の店に行かれたんですね。顔出してるんですか、その当時は。まあもうとにかく、暇になると雀荘に足が向いちゃう。真っ最中ってことですね。本当に起業してくれてよかった。本当に危なかった。本当ですよ。危ないところじゃないんです。つい雀荘に行っちゃうんで、まあ大学留年して引っ越すときに雀荘がない町にしよう、で、ニコタマに引っ越したんですよ。もうニコタマなんでないんですけど、ある日一軒だけ見つけて入った。すぐにやっちゃったんですね。重症患者ですよ、それ。わかりますよ、なんかもう文字がそういう風に見えたりとか、こう、ね、敏感なんですよね。絶対今だったら雀荘気づかないのに、その当時は打ちたいから目ざとくこう発見したんでしょうね。それで今起業をされて、一通りこう確立した後に、今 M リーグというのなんていうの作られてるじゃないですか。 M リーグ機構というか、はい、これはもうその麻雀が好きだからというか、まあ、恩返しっていう言い方だとあれですけど、そういうことで作られてるんですか。もともとそのね、最強戦で優勝してから、はい、結構ちゃんと一発勝負だからみたいなすごい言われたんで、はい、まあ、本当に強いところを証明しようと思って大きいになって、はい、研鑽を積んでいたんですけど自らですね。でやっぱトッププロとすぐ打てるような環境になったんで、まあ、リーグ戦も自分で開催して、やってて、まあ、終わった後はやっぱり飲んで話したりするんですか。彼らの身の上話を聞いてるうちに、やっぱり何とかしてあげたいって気持ちになって、やっぱり協会団体がいくつかに分かれてるのは非常に不幸なことだし、それに対しても無力であるというか、誰かが何とかしてくれないかなというふうに、まあ、思って、自分でやるような気はさらさなかったんですけど、3年か4年ぐらい経った時に、M リーグの構想を思い浮かんで、まあ、一気に進めたって感じです。優勝してから3年後となんですか。2014年の12月に優勝されてる。だから準備始めたのは17、18年でしょうから、はい、あ、じゃあもう全然1年とか、ね、もう本当にそんな立ち上げには1年かかってないんですけど、はい、やっぱりもうやれる人が自分しかいないなっていうふうな感じで、うん、当たりはあったんですか。なんか例えばそのコナミさんだったりセガさんだったりとか、うん、最初の7チームに関してはまあわりかし、まあ、乗ってくれるだろうなみたいな感じだったんですか。うん、正直言うと、もっと別のネット業界のチームを中心に考えてたんですよ。はい、から頼まれたらその断らないだろうと思ってましたし、あと麻雀のチームもつってプロ野球とか陸上とかと違ってクラブハウスみたいなの練習場みたいにいらないし、非常にその低コストでチームを持てるから、みんな結構 IT 企業チーム持ちたいじゃないですか。これ結構簡単に立ち上がるはずだと思ったらバタバタバタって断られたんですよ。最初いくつか。そうなんです。最初はちょっと難航したんですね、チームに関して。いや、多分僕に対して断るって結構心苦しいんですよ。日常的な付き合いもある、はい、それでも断られたんで、結構無理かもなっていうのはちょっと感じてたんですけど、断られたのはやっぱその麻雀のイメージ的な問題なんですか。イメージです。あ、イメージですね。それはそのそのオーナーはやられる方なんですか、麻雀は。やらないです。あ、やらないんですか。現場の人たちはうちの会社と対抗戦やったりとかして、絶対参入したいみたいなの今でも言ってるんですけど、やっぱそれでも上がやっぱちょっと理解が、今言ったらまた話変わるかもしれないですけど、はい、そうですよね。その時はイメージまだ分からなくても、今 M リーグが始まって2年ぐらい経とうとして、だいぶとイメージが皆さんの中で分かってきてるじゃないですか。まあ、見れば分かると思うし、あと麻雀の放送とかも見たことなかったから分からないですよね。まあそうですよね。 M リーグね、僕立ち上げたっていうけども、十分な下地があったからできたことで、そういう連盟チャンネルとか水原チャンネルとか、そういうので動画も十分に、そうですね、見るじゃんっていうか、まあ見ることに関して結構下地が十分あって、
このぐらいいけるっていうのは、まあ、僕の中では分かっていたんですけど、うん、やっぱり外から見ると分かんないですけど、あのなんかあのほら各チームがユニフォームを着るっていうそのスタイル、あれは藤田さんが提唱したんですか？あの、まあ、一気にイメージを変えようとしていたのと、うん、やっぱりあの e スポーツの流れが世の中に来ているので、うん、将棋と囲碁を追いかけているような、うん、その形でスーツだったんですけど、やっぱりその麻雀プロが不遇なこともあってスーツもなんかちょっとよれてる感じなのかな、うん、すげえ気になったんですよね、うん、なんかそんなオーダーだって別に安くできるじゃないですか。やっぱり麻雀の卓度機械の前でスーツ着てやってもなんかうまい様にならないイメージがもうついちゃったのか、一回ガラッと変えたいなっていう、はい、まあ、スポーツじゃないけどなんかそういうのは将棋囲碁となく、その下りではなく e スポーツ、今新しい競技として競い合ってそれを見る観客がいるという、そっちの方に乗せた方が新しいなと。確かに一気にポップになりましたよね。あれなんか反対とかありました？なんか例えば、ユニフォームみたいな、あの僕いろいろなものを一気に進めたので、特にそのようなあ、もう決まったんだよみたいな、まあ、そうです。それを一気に進められるっていうのがすごいんですね。逆に一気に進めないと多分無理ですね。あとまあ僕がこう 3,4 年の間に築き上げた各団体との関係値とか電子との関係値とかで藤田がやるならという感じになったので。でも最初 の, そのまずその IT 系がに断られて、でそれからあれですか、今いるやっぱりまず ABEMATV 一緒にやってるテレビ朝日が、はい、あのやるって言ってくれたのがでかかったですね。なるほど。やっぱ社会的なステータスが非常に高いので、そうですね、それに対して、まあ、博報堂や電通がじゃあ我々もという感じで言ってて、だから順番的にはテレ朝、まあ、電通、はい、あとまあ僕 の, その兄貴分みたいな優先のこのおじさんが僕に企画にやるよって言ってくれたから、まあまあ言って乗っかるからみたいな。むしろ現場の人の方が戸惑ってましたポップダウンでやるからなっつってあとよろしくみたいな宇野さんは結構あの連盟の感謝祭とかに毎年呼ばれてて、そういう麻雀やる機会はもっとないのっつって、面白いから、うん、言ってたんですよとか、はい、でそれで声かけたらやるよかったんですけど、うん、宇野さんあの現場に結構任せるタイプなんで、選手の選び方とかもユネクストグループチームに完全に任せてた、はい、人にも連盟の選手を取らなかったっていうそうだ、そうですよね。だって連盟が取らないんだっつってだって毎年のように呼ばれて、あ、ね、連盟の感謝祭みたいな、そこは誰か取ろうよと思ったさすが口は出さないと、金は出すけど本当口出さないとすごいですね、はい、で、小波さんと瀬川さんはその後に、まあ、そうですね、小波瀬川はやっぱり事業的にも近かったんで、はい、本当にちゃんとしたものになるんであればということだと思います。一気に進めた感じなんですね。企業を妥協すればいくらでも入れた、ちょっと入れたんですよ、うん、はい、声もだったんですよ ね、 ね、やっぱり一流企業でやらないと麻雀変わったなっていう感じが出ないんで、はい、やっぱそこからはやっぱりあの川口さんが引き受けてくれたのも、やっぱりサッカー協会通じてテレビ朝日と長年付き合いがあったり、はい、まあ、電池アコードとの関係があって、まあ、安心して手伝うよと言ってくれたし、大和、はい、証券とか朝日新聞がスポンサーになってくれたのも、まあ、そういうデータスがもう大丈夫そうだなっていうのをある程度安心してくれたんじゃないかなと思うんですよ。川口さんもやられるんですもんね、麻雀ね。川口さんあの大好きなんですね大好きなんですねとはいってもやっぱりあの人やっぱりすごいやっぱり高名な方というか、はい、名誉ある方ですか。麻雀やっぱリスキーなんですよね。みんな相当リスクだと思ってるんだから、うん、そっちが行くんだったらじゃあみたいな感じで、うん、みんなで渡ればっていう感じで結局したんですよね、うん、だから今でもやっぱり賭け麻雀とかの話が出ることは、まあ、非常にでかいリスクだと思ってるんで、はい、M リーグ始まる前にあの全選手が入ってる LINE グループに改めてお兄さんくれないよ。いやいや、すごい藤田さんって、はい、ものすごい評判良くて、はい、もう優しいし謙虚だしみたいな、うん、だけど必ず言うのが、でも怖いんだよねみたいなそんなね、僕がここだけは頼むよって言うと、うん、みんなやっぱり、うん、ピリッと締まるんですよ。なるほど。そこの一点に絞って言ったんで、うん、ケマさん頼むよっつって藤田さんは口数少ないから、はい、ピンポイントでピシッって言うから、うん、なんかそうそうそう、無駄が一切ない、無駄がないんですよ、ね。だからみんなね、そう文具とか、なんかあの一回あれなんですよ、そのこのコーナーって誰か一人なんか連れみたいなのを呼んでたんですよ。で、結構みんなに断られたんですよ。いや、もう緊張して無理ですみたいな。で、文具も、いや、藤田さん、
緊張するし、何考えてるか分かんないし、怖いみたいな。ああ、うん、今日よね。はい、今日の話で。そう。ほぼほぼ断られました。なんで嫌われてるじゃん。怖いんですって、だから。怖いか、うん。うん。だから優しいし、もちろん謙虚なんだけど、うん、なんか、やっぱ何考えてるか分かんないみたいな。うん、うん、言ってましたよ。どこまでなんかこう、打ち解けていいのか分かんないってところがありますよね。そうですね、今ふんわりブーゴさんがディスられておりましたけど、いやだからほらイキさんは経営者じゃない、はい、で僕とそのイーピン君は違うから、だから多分ね、あんまね、その藤田さんの価値を、イーピン君なんだ、アイピン君です、はい、よろしくお願いします、これ、はい、あれです、本体そっちです、本当これです本体そっちです、はい、そういうことか、そういうことです、そう、イーピン君と僕は藤田さんの本当の価値を多分分かってないと思う僕の友達とかちらほら経営者いますけど、はい、お話できんのみたいな、羨ましがられますもん、ね、僕もずっとこれが聞きたかったんで、今日はもう最初から雀荘どうすればいいんですかみたいな、もし今度も華々しい、僕初めて来ましたもんね、絶望とか言ってそう、絶望出た言葉が絶望、あと何か聞こうって思いましたでもなんかそう、僕もそのゲームメディアをやってるんで、ゲーム会社さんとの付き合いがいっぱいあるんですけど、ゲーム会社さんの経営者さんも結構マージャンがよく好きで、うん、よく一緒にやるんですよ。興味があって会社も余裕がある会社さんの経営者さんがいっぱいいて、もうちょっとなんかやりようあるんじゃないかなって常に思うんですけど、うん、やっぱこうお店っていう形態だとやっぱ限界もあるしみたいな、どうやっていくのがなんかそのいいのかなみたいなっていうのをすごい考えてて、なんかそういうこうアドバイス的なところがなんか、まあ、ヒントがなんかあったらいいなと思ったんですけど、絶望どの角度から聞いても絶望の2文字が、やっぱりでも本当に安くなったことが非常に難しくて、そのせいでやっぱ内装とかもお金がかけられなくて、まあ、雀荘で写真を撮るとすごく映えないものになることで、まあ、周りのイメージがやっぱ上がるので、不思議だなと思うのが、まあ、笛法があって1時間2400円以上撮れないじゃないですか、うん、でもまあ2400円でマックスなので、うん、やっぱ高いじゃないですか。でうちは実際ホニックは2000円でやってるんですけど、まあ、大体やっぱ1600円とか1200円400円でやってる店舗さんもいっぱいあって、一通りマージャン終わった時に、まあ、みんなで話題出す時にちょっとやっぱ高いって言われるケースもやっぱあるんですよね。でも1時間1人500円でそれこそ飲み会行ったらドリンク1杯分ぐらいの金額じゃないですか。この価格で高いってなったらもうやっぱ回んないよなっていつも思うんですけど、だから安いものという頭から認識があるんで、安く差額から名目を変えるしかないです、はい、なるほど。それは雀荘のブランドアップとかそういうことなんですか、それとももう全く違うもの、話題ではないという、まあそうですねそこもそう、どこまでそれが通用するのかちょっと分かんないところもちょっとあるなと思うんですけど、入場料ってわけにもいかないじゃないですか。これちょっとあんま考えたことないんですけど、はい、まあ、大会参加費とか、ああまあそっち系ですね、話を変えないと難しいでしょ、はいはい、フリーとか貸し食べじゃなくてってことですね。何に対してお金を払ってるかで安いと高いの感覚が変わってくるので、はい、まあ、絶望どんだけ絶望だけそんなに明確にこういうのがいいんじゃないかっていうのがないってことです、うん、それだけしかも結構ちゃんとずっとやられてきた方じゃないですか、うん、だからそれだけ厳しいビジネスなんだなっていうのはやっぱこの前の小山さんも深いですけど、やっぱめちゃめちゃもう感じますよね。でも絶望から考えた方がいいんじゃないですか。そうですね、逆にこう、もうこれ以上下に行くことはないだろうって考えたのに、まあ逆に、はい、先ほどおっしゃってた、今もしこの条件の中でうまくいくモデルケースが作れたら、それはすごい業界的な貢献になり得ますもんね。今すぐ飛びつきますけどね。よく調べもせずにノーレートがいけると思っちゃうぐらい。経営者的に考えるとやっぱもう見ただけで無理ですよ。藤田信が小山さんは頑張ってるぞというですね、はい、ここは絶対使いますからね、はい、使いましょう、はい、聞いてますか小山さん聞いてますか、頑張ってください。いやでもちょっとこれはお話を聞いてるとちょっと止まらなくなってしまいます、ね、そうですね、はい、ちょっとこれ一回ちょっとインターバルを終えてちょっと次のテーマに行きたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、別に何も気にしないし諦めてるのね、気にしてないんですけど、うん、すごい金貸してくれって言われるんですよ。朝ピンの顔がいいんですよね、撮ってる時の、うん、こんなただままの顔して打ってると、うん、まあ、見てる人が何が起きてんだろうって思いますから、ね、あの賛成派というか、まあ、自分で試しにあのセットでやってみたんですよ、はい、めっちゃ気持ちいいですおすすめ、そう勝った時にあれおすすめです気持ちいいです